皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ヨウムだにょん。本日は2023年10月29日に公開された、第73回 NHK 杯テレビ将棋トーナメント、羽生善治九段と、豊島将之九段の一戦をお送りしますよ。さて、ベスト16が次々決まる中、将棋ファン垂涎の対戦カードが実現したね。遊び心のゴンゲ、羽生九段に、定石系、研究種のスペシャリスト、いわゆる優等生タイプと思われていたものの、ここ最近、丸太優に目覚めた豊島九段、彼の心境に何があったのか、見事な変身を遂げた、令和初の竜王名人、何が起こるかわからない、大注目の一戦です。では、対局の前にプロフィールを確認しよう。まずは後手の羽生九段。1970年9月27日、埼玉県所沢市出身、故、二神達也九段門下の53歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級1組、タイトル戦登場138回で99期獲得、一般棋戦優勝45回。その棋風は、居飛車から振り飛車、急戦から持久戦、はちゃめちゃな力戦まで、ありとあらゆる展開を指しこなす、いわゆるオールラウンダー、相手のペースに合わせるもよし、自ら展開を作るもよし、柔軟性と推進力、すべてを兼ね備えたスーパーマンです。一本道かと思われた順路でも、面白そうなルートがあれば喜んで飛び降りる、そんな少年のような変化も期待だね。今回は後手、先手の作戦にどう応じるか見ものです。それでは続いて、先手の豊島九段。1990年4月30日、愛知県一宮市出身、桐山清澄九段門下の33歳、今期竜王戦2組、順位戦 A 級、タイトル戦登場18回で6期獲得、一般棋戦優勝5回、戦術の通り、最近心境の変化があったのか、振り飛車や力戦形を指すようになり、タイムラインがざわつくこともしばしば。この方、ちょいちょい目線を狙うよね。その時のことはいじらないでいてあげて。何にせよ、将棋ファンはこぞって大喜び。昔から藤井猛九段のファンとご本人もおっしゃる通り、その根っこには将棋を楽しむ魂が燃えている。今日はどんな変化を見せてくれるのでしょう？本日は先手、早指し棋戦ということもあり、何かしらやってくれそうね。さあ、遊び心と反骨精神を、丸太でかき混ぜるな危険の対局。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カミョン。今回はヨウムが先手、豊島九段。霊夢が後手、羽生九段だよ。それでは、お願いします。26歩。84歩。ところで、さっきから気になっていたんですが。25歩、この対局の前にもう一局指していませんでした？君のような勘のいいガキは嫌いだよ。冷え。85歩。さあ、何のことかな？時空に飲まれた世界線のことはわからないな。面白い展開だったんですけどね。76歩。どうやら本譜は、普通に角代わりになりそうね。3二金。というわけで、あとは攻めの形がどうなるか。77角、しばらく手を進めていきましょう。34歩。68銀。77角なる。同銀。22銀。一般的に、金を上げて守りを用意する場面。48銀、攻めの右銀を優先し、速攻飛行です。33銀、囲いの側を完成し、様子を見るわ。36歩、さらに速攻飛行で銀系の出陣用意です。62銀。時間の短い早指し棋戦。37銀、早繰り銀でサクサク攻めに行きますよ。74歩、負けじとこちらも攻めを用意。ここで私も。78金、後手攻めに備え、守りの体勢を作ります。73銀、速度勝負の相早繰り銀よ。46銀。64銀。両軍、血気盛んにぶつかる雰囲気ですが、16歩、自力を狙う、角のラインをあらかじめ消しましょう。94歩、ここまでは同型進行ですね。お互い速度負けしないよう、早繰り銀による攻撃準備に、最低限、自陣をカバーする駒の配置だね。ここまで24手、通常角代わり相腰掛け銀では、40手前後が煮詰まりの盤面、手数を見るだけでも、早い展開なのがわかりますね。つまり、一手一手の密度が 1.5 倍、繊細なバランスの上に成り立つ展開ね。そう、つまり解釈を変えれば、攻めている方が有利とされる将棋において、先制攻撃は重要な要素。それも、このように囲いが完成していないところに当てれば。3五歩、一手の重さも大きいはずです。同歩。金の突き先で歩を交換し、同銀、そのまま足がかりに攻め上がります。何の。
86歩、こちらも飛車先をぶつけ、対応を迫る。同歩、と金は作らせるわけにはいきませんね。85歩、銀が浮いた場面、この歩を取ると。同飛車、とする手が銀桂両取りの十字飛車、早速投了級の展開ね。さすがにこんな真似はできません。当然8筋はこのままに。3、4歩、金の頭にねじ込み、拠点を作ります。2、2銀、銀を引き、2筋の抵抗力も維持するわ。6、6歩、後手陣を壁のようにさせたのは、一つの戦果です。8、6歩。ここは誤って場を落ち着かせます。8、8歩。3筋の拠点が小骨のように突っかかるので、3、3歩、今のうちに解消しておきたいね。こちらも無視し、6、5歩、後手の右銀に働きかけます。取れば飛車へのラインが通り。4六角打ちから飛車を展開することで後手4六角、先手同銀で後手の銀が打ち後手7三桂、先手5五角、後手7二金ここで飛車をぶった切り同桂でラインが通ったところに飛車角交換広大なスペースに飛車を打ち込むという筋が発生しますスペースが大きく、一気にピンチねならば一度自陣に引っ込んで7三銀、我慢の展開を受け入れよう後手を押し返し3三歩なる、改めて3筋に応じます同銀今、主な争点は2筋と6筋4六角、高1の角で、双方を睨みますふむ、遠見に飛車を睨みつつも2筋の争点に突き落とし、数の暴力で押し込もうという意図ね、折り返しが大手になるのも嫌な感じだわこういう時は、それ以上の代償を求め狙いを空振りにさせるのがお決まり先手は、2筋に仕掛けを入れるにしてもまずかかってくるのは歩の一手歩をやり取りした時、こちらは歩が打てるので飛車の頭を叩けば、位置をずらせるわ。先手は、横撃による金の守りを外すか、縦の攻めの火力が落ちるか、選択を迫ることを狙えるね。その両方を後押しするためにも。4号角、金と飛車の頭、双方を睨む位置に角を打つ。むむ。7号歩、しかも守りにも効いていて、なかなかいやらしい。8四飛車、飛車を浮き、四段目で機敏に対応するわ。2四歩、横撃が入らないうちに仕掛けましょう。同歩3筋に破風がなく、叩きが効くので3、4歩、生産をし、場をすっきりさせましょう同銀同銀同角飛車を走ると、金から紐が外れるので5、6銀、ラインに銀を合わせ、すぬかれないようしましょう2、5歩、歩を上げに筋を支える6、6銀左銀も攻めの活用を目指します3、3歩、角を支えつつ、自陣の傷を埋める7、7桂、左桂も攻めに借り出し、手厚く構えます7、6銀、空いたスペースに銀をねじ込み、抑えにする7、4歩、駒の密度が高く、非常に難しい中盤戦、同飛車角にその態度を問いましょう3、5歩、解けば飛車先に進路が見えてきます1、2角近くまで引いて、間合いを測る2号飛車、さあ、飛車の自由度が上がりましたよさせない2、2歩、低く受け、突破を許さないそれなら3、7桂、右桂も跳ね、総力戦の様相ですふむ、先手はどんどんと駒を押し上げ、波のように飲み込む、全軍進撃に出てきたね駒が密集し、窮屈な中盤だわでも主な争点は、先ほどの2筋3筋から、いつの間にか中央、しかもこの場所は、やや先手陣寄りになってる。この状況で、後手陣は薄いながらも、まんべんなくカバーできている状況にあり、対して、先手は駒が密集し、特に、大駒が近くにあるため、ちょっとしたきっかけでバランスが崩れそう。よし、ここは一丁。5、6角、思い切って勝負を仕掛けよう。同歩。先手陣は密度に対し、ところどころ穴があり、3、6銀、飛車に当てつつ、角裏の歩を狙う。むむむ。2、6飛車、当たりを避け、次に狙われる角に紐付けです。4、7銀なる。角を取り返されても、駒損はありません。6、4歩、歩で取れば、裏に角を打ち込みますよ。それなら、同銀、銀で取る手がそのまま攻めに転じるね。それに、成銀が敵陣深くに潜り込んでいるので、角取りを皮切りに。飛車で取らせて位置を変え、獲得した駒を逐次投入、取って取られてを繰り返せば、先手の密集した駒も自然とほどけ、密度ある、手厚い陣形を解体できそうね。つまり、このまま状況が変わらないとピンチなわけです。ならば、先ほど霊夢が言っていたように、後手が作った状況以上の選択肢を迫れば、こちらにペースが戻るわけです。
3六角、続く6三角なるが飛車取りになる返し技です。4六成銀、それでも5角以上の殴り合いにはなるわ。6三角なる、さあ、この強手にどう対応しますか？8四飛車、シンプルにかわし、対応を探るわ。4六飛車、4筋から飛車が飛び込めば、一気に包囲が進みます。6二歩、頭を押さえる馬に働きかける。3六馬、一旦引いて十分です。まだまだこれからよ。8九角、徹底的に隙間をとがめていくわ。7九歩、そこ歩で角を閉じ込めます。逆に言えば、6七銀なる、この閉じ込めを突破できればこちらのもの。5七銀打つ、金を連ね、我慢の時間帯。7六歩、まだまだ隙間を攻めるわよ。ぐ、ぐぬぬ。6七金、金銀交換で手を打ちます。同角なる。歩で追い返し、王様周りを埋めましょう。6八歩。角銀交換に桂馬の取り込みなら十分。6六馬、先手陣を大きく乱し、戦果と言えるわ。同銀。7七歩なる。同銀。さらに、8筋から歩を進めれば。8七歩なる、同歩に同飛車なるが強烈よ。それなら、4四歩、後手の急所、4筋をこじ開けます。同歩。歩を当て、下準備を入れてから、8七歩、覚悟を決めて歩を取り込みます。すぐには取らず。5七銀、飛車取りに、先手玉頭を押さえていくよ。4七飛車。後ろから銀を支え、拠点化しよう。6号桂、土台が強く、そう簡単には外せない。4八金、金上がりが、そのまま退路を作ります。同銀なる。同玉。再び桂馬の切っ先に駒を叩き込み。5七金、さあ、強烈な王手飛車。何のこれ引き。同飛車、こちらの大駒は角2枚で十分です。同桂なる。同玉。寄せの形で代表的なものの一つ。5九飛車、一見飛車で上下から挟撃していくよ。5八金、シンプルに金を合わせ、我慢します。1九飛車なる、7九だと、先手玉に届きづらくなる。2四桂、当たりが遠のいた瞬間、反撃に出ましょう。3一金打つ、金を逃げると、王様が手狭になってしまう。7六角。ここも合駒で緩和し、スペースを確保。5四香、むしろ、先手の配置から、桂馬が欲しい局面ね。4三歩、狭い後手玉に圧をかけます。まだ我慢できる。2八竜、桂馬に当て、飛び込みを最速。ぐぬぬぬ。3二桂なる、ところでさっきからずっと揺れてるんですが。同金、いつもより長めにプルプルしております。2五馬、相手からしたら、この世で最も嫌な揺れですね。5二金、詰めろを回避しつつ、退路を開ける。4二金、ぐぬぬぬ。同金左。同歩なる。同玉。なんとか狭い場所に誘導し、食いつきます。3一銀。5一に逃げると、馬銀の突きを利用し、4二金から圧をかけてきそう。どうしても金を渡すことになる上、馬のラインがとても怖いわね。それなら、いっそ割り切って、同玉、として退路を断って、腹を決めて攻め合う手もあるわ。どちらもリスクがある選択となるが、狭い道を逃げ、かわしきる選択を取るか、あるいは退路を断ち、背水の陣で先手玉を寄せ切るか。よし、決めたわ。同玉、前に進んでこその私、攻め合いで勝つ。5二馬、詰めろのかかったこの状況で攻め合いですと？3七竜、そう、でもやりきってみせるわ。4七金打つ。さあ、才は投げられた。5六香、あとは手を渡さず、王手をかけ続けるわ。同玉、6筋から、スペースに逃げ込めたら私の勝ちです。6五銀打つ、潤沢な駒を使い、追撃をかける。6七玉。7六銀。同銀。先手玉を守る駒はだいぶ減ったわ。7五桂、同銀には、8七飛車なるで逃げ場がなくなる。7八玉、つまり、8七の守りは外せません。8七桂なる。同銀。王様は下段に落とせ。8九角、飛車先のラインに呼び込むわ。8八玉、隙間に潜ってやり過ごします。8七飛車なる、飛車切りで最終決戦よ。同玉。
さらに竜もぶった斬り。47竜、銀の押さえを駆使し、包囲を進める。同金。金金銀桂に歩が6枚、すべてを駆使し。86歩。さあ、もう逃げ場はないわよ。この歩を取ったとしても。後手7号金、先手8七玉、後手8六金打つ、先手8八玉に、後手8七銀、先手は地球玉と追い詰められ、後手7七桂が、歩以外使い切りのぴったり。123手で詰めろをかけ、その次からここまでですから、27手詰めの読み切りですか。覚悟の前進、確信がないとできませんね。ただ一言、お見事です。負けましたー。ありがとうございました。完璧な終盤戦でした。2点3点、押して引いての駆け引き、切る一手に返す技、あまりにも高度な、熱い熱い名局だったね。千日手と合わせて一連のやりとりが、超一流同士、最高の将棋だわ。解説の深浦九段がおっしゃっていたけど、もうこれ、決勝戦でよくない？これが2回戦だなんて、もったいなさすぎるわ。そういえばこれ、千日手差し直しでしたね。1局目の横歩取りも、ゴリッゴリの攻め合いで素晴らしかったけど、差し直し局も、定石の整備されていない、角換わり相早繰り銀。先手の豊島九段も、絶対的優位の腰掛け銀でなく、早繰り銀による急戦を選んだあたり、男気というか、闘争心を感じるね。30手目の十字飛車の罠に対する対応など、アマチュアとしても、参考にする手筋は多かったし、何度も見返したい、名勝負だったわ。そういえば、本譜においては、駒がぶつかっているのに取り込まず、別の箇所でぶつけ返す、という手筋が頻発しましたね。71手目の返し技なんかまさにそうだね。後手の角桂両取りに、飛車角3枚が並ぶ異様の盤面、そもそも角銀交換で板角ならくれてやるとばかりに、割り切って、後手陣めがけて睨みを効かせたね。6三角なるとすることで、後手陣は一気に狭くなるとともに、攻めの要、飛車が当てられ、ラインをずらさざるを得ませんでした。でも、この後の羽生九段の返しが見事で、下手するととっ捕まってしまう、8九角打ち派、かなりの覚悟のいる場面ですね。実は、この場面、豊島九段にとっての敗着でもあって、ここは受けに回らず、後手陣の急所、4筋に取り付くのが正着だったんだ。なんと、以下、後手同歩と取らせ、5八馬と引き、7八角なる、7六馬が、なんとびっくり、後手陣に馬の利きが一気に通る、必殺の一手になったんだね。これは、先手玉も右方向へ逃げるのに、馬の守りが効いていますし、馬銀桂の連携が、局面を抑えてくれそうです。飛車も2筋に回って戦局を広げたりできそうね。駒が密集すると、少し配置が変わるだけで、一気に戦局が動くんですね。この結果を受け、羽生九段は3回戦進出、次戦は永瀬拓矢九段との対戦ね。これまた決勝戦でもおかしくないカード、一体どちらが攻めることになるのでしょう？手番が大きく物を言いそうね。さあ、それではこの辺りでお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするにょん。さあ、それでは皆さん、バイバイキン。